근데 뭐 그 안에서는 솔직히 말하면 그래 솔직하게 얘기해줘야 돼요. 되게 많이 솔직히 건질만한 거는 사실 없었어요. 안녕하세요, 타옹입니다. 오늘은 제중상의 토크から 한국어를 배우겠습니다. 근데 뭐 그 안에서는 솔직히 말하면 진짜 근데 뭐 그 안에서는 솔직히 말하면 진짜 근데 뭐 그 안에서는 솔직히 말하면 근데 그 안에서는 솔직히 말하면 또 하나 씩입니다. 근데 ところで その中では正直言うとと、話しました。はい、正直話すと、솔직히말하면、솔직히말하면と話します。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。되게많이굳이건질만한거는사실없었어요。というに話しました。すごくたくさんあえて、まあ、拾えるようなものは正直なかったですと話しています。ここで覚えてほしいのは感じるまなのところに使われている動詞感じだ感じだという動詞です。この感じだは救うとか引き上げる拾うという意味を持っています。類義語としては구하다とか줍다とか살리다などがあります。一緒に覚えてみてください。ではこの感じだを使った例文を紹介いたします。幸いなことに命を助かりました。다행히목숨을건졌어요。다행히목숨을건졌어요。川に浮いている帽子を救い取りました。강에떠있는모자를건졌어요。강에떠있는모자를건졌어요。라면을食べる時麺だけすくって食べます。라면먹을때면만건져먹어요。라면먹을때면만건져먹어요。そしてもう一つ覚えてほしいのが건질만한の何々マナーだという表現です。これは何々する価値がある何々するのにいいというそういう意味を持っています。なのでここで感じるマナーになりますと、情報を救える情報が取れる価値のあるという意味になりますね。ではこの何々マナーだを使った例文を紹介いたします。この食べ物は食べる価値があります。이음식은먹을만해요。이음식은먹을만해요。この映画は見る価値があります。이영화는볼만해요。이영화는볼만해요。その人は信じる価値がある人です。그사람은믿을만한사람이에요。그사람은믿을만한사람이에요。ここで気づいたと思いますが、먹다のように다の前の文字に받침がある時は을マナーだ、うるマナーだがつきますが、ボーダのようにバチムがないときはリルマナーだがつきます。こうやって接続する仕方が2つに分かれていますので、それに注意しながら動詞につけて何々する価値があるという表現をぜひ使ってみてください。あともう一つジェジュンさんが使った単語のくじです。意味はあえてとかわざわざという意味を持っていますが、この発音ちょっと気になりませんか？普通の皆さんが学んだ連音化で考えた場合、クディクディという発音じゃないのって疑問に思うはずです。ここは口外音化という文法が起きています。なので発音はクディじゃなくてクジになります。ではどういう時にこういう口外音化が起きるかというと、ディグの後ろにイが来る、ティウンの後ろにイが来るとき、この2つのときだけ口外音化が起きます。ディグとイが一緒に来たときに、
지という発音になるという例としては今ジェジュンさんが使ったあえてという意味のくじがありますが、じゃあティグとイが一緒に来る例としては一緒にという単語です。カチカチ、はい、文字だとかティと発音しないのって思うはずなんですけれども、この場合も口外音化が起きていますのでカチカチと発音します。ということは口外音化はティグとイが一緒に来るとチに発音される、ティグとイが一緒に来るとチに発音されるということが口外音化のルールです。ではこのあえてという意味の単語くじ、くじを使った例文を紹介いたします。あえて今日行かなければいけない理由はないです。굳이오늘가야될이유는없어요。굳이오늘가야될이유는없어요。安いものもありましたが、あえて高いものを買いました。싼것도있었지만굳이비싼걸샀어요。싼것도있었지만굳이비싼걸샀어요。では今日のこのレッスンで学んだジェジュンさんのトークの発音を、タオンの口のドアップを見て発音の練習をしてみてください。근데그안에서는솔직히말하면되게많이굳이건질만한거는사실없었어요。근데그안에서는솔직히말하면되게많이굳이건질만한거는사실없었어요。진짜근데뭐그안에서는솔직히말하면그래솔직하게얘기해줘야돼요。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。진짜근데뭐그안에서는솔직히말하면그래솔직하게얘기해줘야돼요。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。진짜근데뭐그안에서는솔직히말하면솔직하게얘기해줘야돼요。되게많이솔직히건질만한거는사실없었어요。무료メルマガを登録された皆様には本日レッスンの中で勉強した単語やフレーズのテキストを配布しております。ぜひ登録してみてください。そしてもっとたくさんのネイティブが使っているフレーズが欲しいという方はぜひ有料メルマガもチェックしてみてください。そしてタオンは韓国語講師以外にも歌手として音楽活動もしております。この後タオンのオリジナルクロマンニョン、タオンが作った K-POP です。ぜひ聴いてみてください。